来い、武器、武器を来い、武器。はい、ちくわでーす。今回は元素騎士オンラインやっていきたいと思います。で、マーケットプレイスもね、開放されまして、記念にガチャをちょっと引きたいなと思ってたんですけども、まあ、多分中にはね、同じくガチャを引きたいなと思ってるんだけども、こうどうやってガチャを引いたらいいのかわからないって方もいると思うんですよね。なので日本円から仮想通貨を購入してね、元素騎士オンラインのマーケットプレイスでガチャを引くまでの一連の流れをね、ご説明できればというふうに思います。で、もうそんなの知ってるよって方もいると思うんで、そういう方はね、ガチャの動画のところまで飛ばしていただければというふうに思います。それではね、こちらの6項目に沿って順番にご説明したいと思います。で、まず1つ目なんですけども、このビットバンク、バイビット、メタマスクを用意とも書いてあるんですけども、ビットバンクというものは日本の、ね、仮想通貨の取引所になります。で、バイビットというものは海外の仮想通貨取引所で、メタマスクというのは仮想通貨を、ね、まあ、預けるお財布のようなものですかね、メタマスクと言いまして、この3つが必要になります。で、この3つともね、口座の開設はそんなに難しいものではないんで、まあ、ただね、この動画で、これ全部ね、説明しちゃうと結構とんでもなくね、長い動画になってしまいますんで、その辺はね、ちょっと省略したいと思いますけども、まあ、いろんな YouTuber さんがね、このね、3つの口座の開設方法は案内してると思いますので、そちらをね、参考にしていただければというふうに思います。なので、この1番のね、ビットバンク、バイビット、メタマスク用意が済んでいるというところを前提にしてお話ししたいと思います。それではね、ビットバンクに日本円を入金、 XRP を購入というところからご説明したいと思います。はい、でね、こちらがビットバンクにログインした画面になります。で、まあ、このようにね、チャートがこう流れていて、板取引の情報があるということですね。で、ちょっとすみません、言い忘れたんですけども、まずなんで、日本のね、仮想通貨取引所を、ビットバンクにしたのかと言いますと、手数料がね、ビットバンクってすごい安いんですよ。よくブログとかで、見るのが、だいたいコインチェックを、まあ、進めてるブログが多いと思うんですけども、コインチェックって非常に手数料が高いんですよね。何かちょっとね、仮想通貨を買うだけで手数料が数千円とかかかってくるものも結構あります。でもね、大体ほぼほぼのブログはコインチェックを進めてくると思うんですけども、なんでこんなにね、コインチェックを進めてくるのかというと、これね、アフィリエイトと言いまして、ブログをやってる方がこのね、コインチェック無料でね、口座開設できるんで口座開設しませんかっていうので、そこのアフィリエイトのボタンをクリックして、そこからね、コインチェックの口座を開設すると、そのブロガーさんにお金が支払われる仕組みがあるんですよね。なので、みんなね、こぞってコインチェックを進めてくるんですよ。で、そのアフィリエイトでもそのコインチェックがね、一番報酬が高いので、みんなね、コインチェックを進めてくるんですよね。だから多分ね、多分っていうか、まあ絶対にそのコインチェックを進めてる本当のブロガーさんの方に、じゃああなた実際に本当にコインチェック使ってるんですかっていうとね、絶対に使ってないんですから。なんで、ちょっとその辺はね、ちょっと間違えないように、間違えないようにというかね、そこに関してはね、あまりブログを信用しない方がいいかもしれません。まあ、もちろん中にはね、いろんなことを親切に情報を提供してくれるブロガーさんもいらっしゃいますんで、まあ、一概には言いませんけども、まあ、ただこの仮想通貨のね、コインチェックを進めてくるっていうのは結構自分の報酬のためにね、手数料の高いコインチェックを進めてきてるということがありますので、ビットバンクの方で、口座の開設の方をお願いします。で、もうすでにね、コインチェックで口座を開設してしまっている人は、まあ、ちょっと手間ではあるんですけども、まあやはりね、
コインチェックは使わないで、ビットバンクの方がいいと思います。まあ、あんまりこう何回も何回もやらない、その取引をやらないっていうのであれば、まあその辺は許容できるのであればいいのかもしれませんけども、まあ、結構ね、何度も取引するようであれば確実にね、乗り換えることをお勧めします。まあ、まずは一回じゃ このね、ビットバンクの方に、日本円を入金してみましょうか。入金の方法はこちらからですね、入金クリックしてもらいまして、こちら日本円というところですね、こちらの入金をクリックしてもらいます。でこちらの先進みますと私の本名出てきてしまいますので、ちょっとここで止めますけども、こちらを進めますと GMO 青空ネット銀行の振り込み先がね、表示されます。でその振り込み先に自分がね仮想通貨にしたいお金を振り込みますと、こちらにね、反映されます。なんでとりあえずね、ちょっとお試しで、じゃあ私も1万円だけ入金してみたいと思います。はい、今ね、振り込んだんですけども、まだね、表示されてませんので、こちら換金されるまで、待ってください。でこのような場合にね、こういちいち入金するのに、例えば ATM 行ったり銀行行ったりするのは非常に面倒なんで、もしね、ネット銀行とか使ってない方いらっしゃいましたら、ネット銀行って本当に便利なんでね、もしよかったら使ってみてください。私はね、楽天銀行と住信 SBI ネット銀行を使ってますけども、非常に便利ですね。何かこう振り込みとかっていうのも全てね、スマホでポチポチっとできるので、あとはまあ自分の残高照会とかね、給料日とかにね、わざわざ銀行並ぶ必要もないので非常に便利なんでね、もしよかったらネット銀行ね、おすすめなんで、ぜひ使ってみてください。はい、でね、今1万円このように入金されました。そしたら取引所戻ってもらいまして、このね XRP リップルを購入していきます。でなんでこのリップルかというと、このリップルね、手数料をね、購入するのに手数料が非常に安いので、こちらのリップルで、いいと思います。で、まず絶対に知っておいていただきたいのが、こちらに取引所っていうのと販売所っていうものがあります。で取引所っていうのは、まあ、このようにね、板取引といって、こっちの上のね、赤い字が実際にこの値段でこのリップルという仮想通貨を売りたいですよっていう人、この下が緑色のね、この数字がこの値段だったらリップル買いたいですよっていう値段が表示されています。でこのね、買いたい人売りたい人の差をスプレッドと言いまして、こちらが手数料となります。で、じゃあこっちの販売所っていうのは何なのっていうと、この販売所っていうのは、この実際のね、販売所が所有している在庫から売買することを言います。で、こちらは非常にね、手数料が高いので、こちらで購入することはお勧めしません。例えば、イーサリアムがね、今、205,190円なんですけども、こちらでイーサリアムを購入する場合に、買い価格がね、もうこれで21万円に増えています。なんで約ね5000円弱増えてしまってるんですけども、それだけね手数料取られてしまうので、この販売所で買うことはお勧めできません。必ずこちらの取引所の方を選択してください。で取引所ですよ、で実際に XRP リップルですよっていうのを確認できましたら、実際に買っていきます。で買い方は指し値という方法と成り行きという方法があります。で指し値というのは、この値段だったら買ってもいいですよっていうのを自分でね、金額を決めることを言います。例えばじゃあ今 49.873円なんで、ね、49.850円ぐらいになったら買ってもいいなって思ったら、こちらに 49.850 と入れます。そうして、数量ですね、数量を、まあ、ここでもピーッと選びますね。自分の今の持っているお金ですね、ジャパン円が今10,069円あるんで、マックス買いたい時はこのようにピーッと一番奥まで 100% にできます。
でそれで、注文をすると 49.850 円になったら購入できると。で、まあ、49.853 円まで下がってきたんで、まあ、多分このままね注文すればすぐにね買うことができます。それともう一つの買い方としては成り行きという方法がありまして、こちらの場合ですと書いてあるんですけども、成り行き買いの注文は資産 70% までしか注文できませんと。なんでね、こちら 70% に合わせれば注文ができます。で、成り行きって何なのっていうと、このままね、買いを押すと、この今のね、一番安い価格で売られているところ、今ここだったら 49.847 円、これで買いを押すと、あ、注文を押すとね、こちらで注文を押すと、この 49.847 円はちょっと値段下がったんですけども、 49.846 円で、もうパッと購入ができます。これを今の価格で、買うことを成り行き注文ということですね。まあ、成り行き注文は簡単なんで、差し値で一回買いたいと思います。もう一度ね、必ず買う前は確認していただきたいのが、取引所で、XRP ですね、リップルを買いますよ。で、買い注文で、XRP が欲しいですよと。で、差し値価格をじゃあいくつにしますかっていうと、まあもうね、一番この辺の値段でいいと思うんで、ここのボタンをクリックしてもね、パッてここに反映されますんで、49.846 って、このまま注文しても OK です。で、まずこのところバーッとマックスにして、1069円分をのリップルを購入しますよという注文を出します。今ちょっと価格が上がってきちゃったんですけど、まあ、これで一回注文してみますか。これで注文と。で、XRP、お金、日本円から XRP を注文しますよ。で、タイプは差し値ですよ。で、買いですよと。で、注文の価格は 49.846 円になったら買いますよと。で、この10,060何円か。で、購入できる注文数量は、この 49.846 円で買えれば、約 201.779 リップル買うことができますよということが表示されています。これで実行と。はい、そうすると今ここですね、 49.846 円で今注文しました。なんで今私はこれか、これですね、 49.846、 この辺の値段になれば購入ができると。ただ結構上がってきちゃってるんで、ちょっと下がってくれないと約定しません。約定っていうのは要は契約が成立するってことですね。で、ここにね、取引履歴とがあって、私が今までにこうやってきた注文したね履歴が載っています。さあ 49.846 まで下がってくれないと約定しないんですが、ちょっと停滞気味ですね。で、この辺はね、もうビビたるものなんで、全然なんかこう買えないなと思ったら、一回こちらキャンセルしてもらって、で、一番この近い数字ですね。今851、あ、下がってきたな。859、ここの辺をクリックして、で、MAX。で、こちらで注文と。で、実行。はい、そうするともうすぐに約定しました。はい、これでね、実際にもうすぐに、リップルを購入できました。はい、で、これで今ね、すべてのリップルを買い終わりまして、今ね、JPY、日本円が 10.5911 円、10円になりました。で、その代わりに、この XRP、こちらが201というふうに増えていますね。で、実際の今の合計の評価額が1062円ですよと。で、このね、金額もね、ほら、このように変動するんですよね。このリップルの金額によって、今、1円下がりましたけども、このように、どんどんこう、変化していきます。はい、それでは、リップルが購入できましたんで、このリップルをね、今度は、海外の取引所の方に送金を行っていきます。で、なんで、このね、日本の取引所から、そのままメタマスクに送金しないのかというと、
このね、日本の取引所からメタマスクに直接送金するためには、イーサリアムとかが必要になります。で、イーサリアムはね、非常にね、ガス代と言われる手数料が高いんですよね。なんで本当にもうまた2000円とかかかってしまいますんで、一度海外の取引所の方に、移してからメタマスクの方に移すと、まあ安いと本当に数十円とかぐらいでの手数料でね、取引できるんで、そちらの方でやっていきます。で、このね、リップルのまず出金する方法はこちらですね。こちらの人のマークのところから出金と。で、今ね、リップルがこれだけ持っているので、この値段で出金しますよと。まずはアドレス一覧のところから新規追加を押して、新しくねアドレスを設定する必要があります。で、まずこちらの方でラベルを設定します。ラベルはね送信する先なんでバイビットと入力します。で、 XRP アドレスって何なのっていうと、 XRP アドレスっていうのはこの今度はね海外取引所のリップルのアドレスが必要になります。なので、一度ね、こちらを閉じてもらって、バイビットを開いてください。で、バイビットにログインしましたら、この資産ですね。資産のところから、この現物と。ここのところに、XRP っていうのがあった。これですね。この XRP。このね、まず XRP のところから、入金を押してもらって、で、確認しましたと。で、ここにね、XRP ウォレットアドレスってあるんで、こちらでコピーできます。で、こちらで先ほどのね、ビットバンクの方戻ってもらって、はい、それでこちらにね、ペーストします。そうするとね、で、リップルのアドレスのね、始めは R から始まります。で、次に宛先タグというところで、またね、先ほどのところに戻ります。で、こちらですね、入金のタグ。こちらをコピーして、で、ここに貼り付けと。それで、このね、XRP のアドレスと、このタグ。これが間違えていると、送金されませんので、このね、送金されなかったから失敗してしまうと、これね、どっか行っちゃうんですよ。これもう必ず取り戻せなくなっちゃうので、これはね、絶対に手打ちはしないで、確実にコピーペーストでお願いします。これ間違えると本当にね、お金失っちゃいますので、十分注意してください。で、取引所は、バイビットですね。なんで、バイビット。はい、バイビットを選択します。で、受取人は本人。で、この下にね、私の本名があるんで、ちょっとこの下はいけませんけども、確認をクリックします。はい、そうするとね、こちらから選択できます。このバイビットを先ほどね、登録したんで、こちらから選択して、あとはね、引き出しの数量を決めます。今私、201のリップル持ってますんで、でね、先ほどもちょっとご説明した通り、万が一ね、アドレスが間違っていると送金できませんので、まあ、不安な方はね、一度少額で取引されることをお勧めします。私はね、まあ、取引して、もう一度成功しているので、これで間違いないんで安心なんですけども、まずはね、10リップルぐらいから送信をして、ちゃんとバイビットの方に送金されてるか確認してから、大きなね、お金を動かすようにしてください。こちらね、本当によく間違えると、数万円、数十万円単位でお金なくしちゃう可能性もありますので、本当にこちらは十分に注意して操作をお願いします。で、とりあえず私はもうこれで OK なんで、引き出し可能額がこれだけなんで、このままコピペして、マックス引き出しますよと。で、内容を確認と。で、この内容で出金しますけどよろしいですかっていうので、2段階認証コードっていうのは、Google の認証システムを登録したと思うんですけども、そちらのね、認証コードを入力してください。こちらで出金すると。そうすると出金申請を行いましたということで、こちらで閉じてもらって結構です。それで今ね、出金したんですけども、ここに今ね、実際には申請した内容が記載されています。で、メール認証待ちって書いてあるんですけども、こちらね、メールが登録したメールアドレスの方に来てると思うので、そちらの認証をしてください。その認証をしないと出金がね
完了しないので確実にこちらね、忘れずに行ってください。でまだこちらキャンセルってできるんで、今のうちはねキャンセルがまだ、可能です。でもまあキャンセルはしないんで、このまままずはメールを開いて、ビットバンクからね出金申請を承認してくださいよというメールが来ています。で URL をクリックすると、出金申請を受けたまりましたと、出金完了まで今しばらくお待ちくださいという画面になります。で今度ね、バイビットの方に移っていただきまして、こちらリップルですね、こちらの方にね、反映されるまで待ちます。結構早いとね、すぐに反映されるんですけど、結構時間がかかると10分15分とか、たまに20分ぐらい待つこともあるんで、まあ気長に待っておいてください。はい。で、実際にね、バイビットの方にこちらのリップルが入ってきました。あとは元素騎士オンラインでガチャを引くためには、USDT というものと MATIC というものが必要になります。USDT というのは、実際にね元素騎士オンラインでガチャを引くときに使う仮想通貨になります。でマティックというのは実際にガチャをするときとかに使う手数料ですね。手数料でマティックというものを使いますので、まあ、マティックはあんまり必要はありませんけども、まあ多少はマティックがないとガチャを引くことはできませんので、メインが USDT、 それとあとはまあ少しだけマティックを用意していきます。であとはねステーキングといって MV というトークンもあって、その MV をねステーキング、まあ要は持っているようなものですかね、持っていることで配当金のようなものでロンドをもらうこともできます。まずはこのリップルを USDT に変えたいと思います。その場合はこちらのね XRP リップルの取引というところから、こちらの USDT をクリックします。で、XRP から USDT と。で、まあ、ここね、この辺にこうカーソルを合わせると、このようにビットコインとかイーサリオンとか、まあ、いろんなね、仮想通貨が出てきますんで、自分がよく使う仮想通貨は、星のマークをクリックすればね、お気に入りとして登録できますので、こちらね、お気に入りから選択することもできます。で、このマティックを買うのにも、このね MV というのも買うのにも全て USDT が必要ですので、まずはリップルを全て USDT に換金します。なんで、リップルから USDT というものを確認しましたら、リップル を売る必要があるので、今回は買いじゃなくて売りですね、売りになります。じゃあどれぐらいの金額で売るのというので、先ほどはね、買いの場合だったんでこちらの売りの方の取引を見てたんですけども、今度は売りなんで買いの方の取引を見ます。でどれぐらいで買ってくれる人がいいのかなっていうのを見てて、今 0.3535 とで 0.3534 で買う人がいますよということですね。なんで、まあこの辺も指し値でも成り行きでも構わないんですけども、まあとりあえず指し値で、売りで注文数はマックスで、まあこの辺の一番近いところクリックするとこちらにね、反映されますん でこちらで XRP を売るとで売りますよ。で、はい、全ての注文約定されました。こちらで、OK ですね、全て完了しました、約定済みと。そうすると資産の方に、はい、リップルが全部なくなって、USDT の方にお金が移りました。で、今度はですね、こちらの現物取引と、ここから入ってもらうと、またね、この画面に戻りますんで、またこちらを設定していきます。今度はマティックですね。マティックが欲しいので、検索でもこう出ます。マティックと検索すれば出てきますんで、USDT からマティックですね。こちらをクリックします。はい、そうすると、マティックから USDT。それで、ちょっとこうややこしいんですけども、今度は買いです。USDT を売って、マティックを買いますよということなんで、今度は買います。
で、またね、今度はね、このどれぐらい、マティックを買いますかっていうので、バーっとこう数量を決めます。で、これだけのマティックを買うのには、これだけの USDT が必要ですよっていうことですね。で、また金額を決めて、今度は買いなんで、今度はこちらの上ですね。売りの人の値段を見てみると。どれぐらいで買おうかなっていうのをこうクリックして設定してもいいし、入力して設定すると。で、マティックを買うと。まあ、ただ私今マティックいっぱい持ってるんで、そうですね。そんなにマティックいらないんで、10マティックぐらいでいいかな。10。10マティックを購入します。で、まあ一番安いところでいいよねっていうので、こちらの辺をクリックして、マティックを購入しますよと。で、はい。で、注文が約定されましたとなりますね。で、そうするとまたこちらの方から資産を見ていただくと、現物。で、USDT がこれだけですよ。あと、マティックが10入りましたよとなります。でね、ここまで来たら、まずはね、ちょっとメタマスクの設定の方をしていきます。で、メタマスクのね、初めの初期設定の段階だと、こちらね、上の方にイーサリアムメインネットっていう風になっていると思います。で、これこのままだとダメなんで、元素騎士オンラインではね、こちらのポリゴンメインネットというものを使います。ただ、こちら私設定してるんでこう表示されてるんですけども、表示されてないと思いますんで、ネットワークを追加とクリックしてください。で、ネットワーク名とかこういろいろね、入力する画面になるんですけども、こちら結構入力するのがめんどくさいんで、その周りにね、ちょっといいサイトがあるんでご紹介したいと思います。それが、このね、チェインリストっていうものなんですけども、こちらのところからね、ウォレットを接続してもらいまして、欲しいものがこのポリゴンメインネットですね。こちらのウォレットを接続と。をすると、このね、情報がすべて、メタマスクの方に飛びます。そうすると、設定なしでね、入力する必要なしに一気にね、この情報が反映されますので、こちらすごい、便利なサイトになりますので、ぜひ概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、お試ししてみてください。それでね、設定がうまくいくと、こちらにね、ポリゴンメインネットというものが表示されますんで、こちらを設定してください。で、この状態にしておいてください。はい、それで、メタマスクの準備も完了しましたら、実際にじゃあマティックから送信していきます。なので、出金と。で、まずは、こちらのウォレットアドレスを追加するをクリックしてください。で私今ね、このように表示されてるんですけども、まあ、初めは何も表示されてないと思いますんで、追加と。コインはマティックですよと。で、出金用のアドレスと。で、アドレスっていうのはメタマスクのここですね。ここのクリップボードをコピーしてください。で、こちらを貼り付けします。で私ね、もう登録してるんで、登録しませんけども、先ほどのね、アドレスをとこちらに、貼り付けして、で、チェーンタイプはマティックで OK です。で、確定とすると、こちらに表示されます。今ね、操作したのはマティックからマティックですね。こちらが追加されました。で、そうすると、ウォレットアドレスとこちらをクリックするとね、このように情報出てくるんで、こちらをクリックして、マティック。で、数量は、こちらもね、アドレスとかがね、間違えていると出金できない可能性がありますので、まあ、念のためにね、少額の出金をお勧めします。まあ、私はこちらもね、先ほどと同じように、一度登録して成功しているアドレスなんで、もうこちらでね、間違いないんで、すべてと選択して、提出と。で、またね、Google 認証と確認コードを入力します。で、提出と。で、出金申請提出完了しましたよと。はい。そうすると、マティックが全部なくなりました。で、メタマスクの方に、送信されています。で、同じように USDT も移していきます。出金で、で、まずはウォレットアドレスを追加します。で、追加をクリックしてもらって、こちらを USDT ですよ。
アドレスは先ほどのウォレットからコピーしたものを貼り付けしてください。チェーンタイプはマティックですよと。で、コメントは必要ありません。で、確定を押すと、こちらに、USDT のマティックというものが登録されます。それで、ウォレットアドレス、こちらをクリックする。ここに出てきますので、こちらをクリック。で、こちらで、OK だったら、すべてと。私の場合はすべてということで、提出。で、こちらで提出と。で、確定。はい、そうすると全部なくなりました。でね、このように増えてると思いますね。ちょっとタイムラグがあるんですけども、まあ、このように増えると思います。で、メタマスクへの送金までが終わったんで、いよいよね、ガチャの方をしたいと思いますけども、まずはね、元素騎士オンラインのホームページ入ってもらいまして、こちらのね、マーケットプレイスと。で、こちらからウォレットを接続します。で、今すぐ接続と。するとパスワードが求められるんで、ロックを解除します。で、メタマスクを接続しますかっていうので、接続と。で、こちらに署名します。で、接続されるとね、自分のアドレスと、あとは自分が持っている MV とかがね、表示されますんで。で、あとはね、こちら、ノーマルのガチャか、レアのガチャを、この USDT で引くことができます。で、ちょっとね、ガチャを引く前に、ちょっとお伝えしたいことがあるんですけども、こう、なんかうまくガチャができないっていう方が結構いらっしゃるみたいで、で、おそらくなんですけども、トランザクションというね、まあ、簡単に言うと、まあ、ログのようなものが溜まってしまうんですよね。例えば、ガチャをするときに、うまくね、設定ができてなくて、こう何回もこう、パチパチパチっとね、クリックしてしまうと、その情報が全部ね、このマティックとか MV、USDT の、ここにバーっと溜まっていきます。で、なんかこう、うまく処理がいってないと、そのね、処理をまず初めに優先的に、その一番初めの、一番下の方のね、処理をこう一生懸命頑張ってやろうとするんですけども、この処理が終わらないと、次の処理へはいけません。なので、こう何回もね、同じことをしても、どん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 処理が溜まってしまうというふうな、トランザクション詰まりというものが発生してしまう可能性がありますので、もしなんかうまくこうガチャが回せないなって方いらっしゃいましたら、一度、こちら、このね、丸ポッチンとかをクリックしてもらって、設定と。で、高度な設定で、アカウントをリセットってあります。このアカウントをリセットをクリックすると、トランザクション履歴が消去されますよと。これ別に消去してもね、アカウントが消えちゃうわけじゃないので、安心してください。このね、アカウントをリセットを、まあ、押してみますね。これをポチッと押すと、リセットと。すると、はい。先ほどあったね、私のトランザクションが全部なくなりました。これで真っさらな状態になったんで、これでガチャを引いたら、まずはそのガチャを引くという処理をやってくれますので、それでもし、うまくね、ガチャが引けない人がいらっしゃいましたら、このね、リセットを押して、トランザクションが全くない状態からやってみてください。はい。それでは早速引いていきたいと思います。とりあえず5回ぐらい引いてみようかなと思いますのでよろしくお願いします。まずは1回目。これは何だろう？頭装備なのかな？これ。目なのか？髪飾りのような。髪の毛が生えてるやつですね。で、ゲットしたらインベントリに移動と。NFT を見るってものをクリックすると、まあこのようにね、内容を確認できると。はい、それでは2回目引いていきたいと思います。これは鎧のようなものですね。ブルーガードアーマー。私ファイターなんで、こういう鎧は防御力をね、上げるためにいいと思うんで、まあ、とりあえず嬉しいですね。ブルーガードアーマーをゲットしました。はい、続いて3回目引いていきます。3回目はなんだ、またこれは鎧というか洋服ですね。初
将軍の制服、将軍の制服というものをゲットしました。これも鎧なのかな、これは誰の装備になるのか、その辺がちょっと私もまだいまいち分かってませんが、将軍の制服を獲得しました。さあ4回目引きます。ちょっとできれば武器が欲しいな、武器を来てくれ。さあ4回目どうだ、帽子、なんかでもマジシャンっぽい感じの帽子をゲットしました。マジシャンを目指していくんなら、これはなかなかなんか強そうな感じですね。ウィッチハットというものをゲットしました。さあ最後5回目になりますけども、武器が欲しいけども、武器が来るかどうか。さあ5回目、来い武器を来い武器。おお来た武器、これはワンド、なんかこう杖のようなものですね。悟りの杖か。これは何だろうな、この杖というのはマジシャンで使えるのか、それともこうヒーラー、要は回復役としての杖なのか、ちょっとどっちか分かりませんけども、とりあえず杖をゲットしましたね。まあ、必要ないものも売ることもできるので、売ってね、別の人の商品を買うということもできるんで、まあ、まずはね、ガチャをしてみて、いろんなものをね、ゲットしてみて、で今いらなければ人に売って別のものをマーケットでまた買うということも可能です。で、このようにね、すべてガチャ回し終えましたら、すべての NFT を請求すると、こちらをクリックします。すると、またね、このように確認を求められます。こうね、いろんなことに、このマティック使えますので、マティックは多少用意しておいてください。で、処理が完了したら、在庫を見ると。これをクリックしますと、今ね、ガチャで入手した装備たちが自分のね、マイインベントリに表示されます。で、こちらでね、詳細を確認することができて、あとはこのようにね、売るというところもあって、どれぐらいの MV で売りますかっていうので、自分で設定して売ることもできる。ただ私はどれが強いのかがいまいち分かってないんで、とりあえず今は保留で、実際に使ってみてね、あんまりこう使いづらかったら、まあ、売るということも検討していきたいと思います。あとはナンバリングとかレアリティ最大数とかもアイテムの詳細を確認することができます。で、この最大数240っていうのは、この元素騎士オンラインで、この知性のモノタルっていうのは240個しかないと。なんでみんなが例えばね、この知性のモノタルを欲しがると、この240個しかないんで、このね、価格が高騰するという可能性もあります。それで今引いたね、ガチャの装備は今現在は使うことができません。今はベータ1テストというベータテストがね、始まっておりますけども、9月の末からベータテスト2というものが開始されますので、そちらの方で利用が可能になります。はい、ということで、今回はね、ガチャをするために日本円からね、入金をして、実際に仮想通貨を購入してガチャを回すまでをご説明させていただきました。はじめはちょっとその購入は手間取るかもしれませんけども、まあ、慣れてきちゃえばね、パパッと購入できるので、そんなに手間には感じないかもしれません。まあ、今後ね、これからこの元素騎士が非常にこう人気がもっと上がってきて、でみんながねプレイしていくと、こういうね、NFT 装備の価値がぐんと上がる可能性もありますので、もしね、興味のある方は、一度ね、ガチャを回してみてはいかがでしょうか。それで、今回ご説明した仮想通貨の買い方はですね、まあ、これからね、別の NFT ゲームをやる際にも使うことができますので、ぜひね、覚えておいてください。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。